それはじゃあなんでかっていうと、代々自分の資産を子供とか孫に引き継いでいるから、ロイヤルファミリーって言って、その家柄が子供とか孫まで続いていくわけだよね。そういう、ロイヤルファミリーが国を治めているようなところでは、財産税を課税しますなんて言ったら、ね、国の治め方とかも成り立たなくなるわけなので、相続税がじゃあこれから課税されるのかっていうと、そういう可能性も極めて低いわけだよね。じゃあ日本はなんで 55% も相続税を払っている、じゃあなんで相続税ってできたのかっていう背景から、歴史からね、学ぶことって大事だと思うんだけど、歴史を遡るとね、日本も明治時代の終わり頃までは相続税ってなかったんです。ただ1904年の日露戦争の、戦時経済体制をね、支えるための期間限定の特例という形で相続税を導入しました。確かにね、戦争の時って、有事じゃないですか。戦争中はやっぱり兵器を買ったりとかして、戦争